どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、6万円入金すると1500ジャルマイルがもらえるキャンペーンが来ておりますので、こちらの解説ですね、やっていきたいというふうに思います。このキャンペーンはですね、 au ペイですね、ローソン ATM で入金すると 5% の還元がね、ポンタポイントでもらえるキャンペーンというふうになっておりまして、またね、6万円はね、入金する必要があるわけなんですけども、出金方法とかですね、お得な利用方法もですね、一緒に解説させていただきますので、ぜひね、最後までご覧いただければなというふうに思います。それではまずキャンペーンの概要ですね。ローソン銀行 ATM で au pay にチャージすると 5% の還元がもらえるキャンペーンというふうになっておりまして、期間は2021年の1月の12日から2021年の2月の28日までというふうになっております。特典はですね、 au pay にローソン ATM でチャージを行うと 5% 還元というふうになっております。こちら条件がですね、3000ポイントまでというふうになっておりますので、対象の入金金額は6万円までっていう風になっております。でですね、付与時期は1月31日までにチャージした分は2月末、2月の28日までにチャージした分は3月末までにね、付与されるという風になっております。でですね、もらえるポイントはポンタポイントという風になっております。このキャンペーンはですね、 au pay に入金して利用するキャンペーンではなくてですね、 au pay にローソンのATM で入金するだけのね、キャンペーンっていう風になってるんですよね。入金して利用するね、キャンペーンだったらね、分かるんですけども、このキャンペーンはね、入金するだけなんですよね。いや、かなりね、お得だという風に思います。でですね、ローソン銀行 ATM ということで、ローソン銀行っていうね、名前がついているわけなんですけども、こちらね、利用するのに銀行のね、口座開設などはね、必要ないっていう風になっておりまして、ローソンのね、 ATM を利用するだけっていう風になっております。またね、今回のキャンペーンはですね、ローソン ATM から au pay にね、チャージするとキャンペーン対象っていう風になっておりまして、レジでね、 au pay にチャージすることできるわけなんですけども、こちらは対象障害っていう風になっておりますので、この点はね、注意していただきたいなっていう風に思います。でですね、もらえるポイントはポンタポイントという風になっておりますので、ポンタポイントはですね、 50% で JAL マイルにね、交換することができますので、6万円を au pay にローソン ATM で入金すると1500 JAL マイルがね、もらえてしまうっていった感じになるんですよね。もちろんですね、3000ポンタポイントね、付与されるという風になっておりますので、ローソンのお試し引換券などにね、利用するっていった形にもできますし、またね、 au pay の残高としてね、利用することもできますので、ここはね、お好みかなっていった形になっております。でですね、次に入金した6万円についてなんですけども、6万円も au pay にね、チャージしても使い道がね、ないっていう方もね、多いかなというふうに思うわけなんですけども、この au pay のね、チャージっていうのはですね、クレジットカードでね、チャージした分っていうのは払い戻しすることがね、できないわけなんですけども、現金でね、チャージした場合はですね、 au 自分銀行の口座を持っている方はこちらね、出金することができるんですよね。ちょっとね、ランクによって手数料変わってきますので、全然利用されてないランクの低い方は600円のね、手数料がかかってくるわけなんですけども、出金することができるっていった形になっております。またですね、 au pay プリペイドカードってありますよね。こちらを保有されている方はですね、 au pay の残高っていうのは au pay プリペイドとね、リンクしているっていった形になりますんで、そのままね、クレジットカードのようにですね、利用してもOK といった形になりますし、レボリュートカードってありますよね。私の動画でね、結構紹介させていただいているんですけども、レボリュートカードにですね、チャージしていただいて外貨決済手数料がね、かからないプリペイドカードという風になっておりますんで、まあ、こちら経由でですね、マネートボンボホテルポイント購入したりですね、またね、スイカのチャージなどにも利用することができますので、 au pay プリペイドを保有されている方はですね、結構ね、選択肢がありますんで、こちらもね、お好みかなっていった感じになっております。またですね、 au pay はですね、最近キャンペーンをね、すごい多くやっておりまして、私の動画でね、最近紹介したことはないんですけども、 au pay はですね、1月から3月末までですね、たぬきの大恩返しキャンペーンっていうのを行っておりまして、1月いっぱいはですね、スーパーまたはケンタッキーフライドチキンなどですね、 20% 還元キャンペーンが行われております。個人的にはですね、スーパーでね、利用できるのかなりありがたいなというふうに思っているんですけども、1月はスーパーとケンタッキー、
2月はスーパーとドラッグストア、3月はスーパーとドラッグストアと飲食店といった感じで、3月末まではですね au pay でね 20% 還元キャンペーンが行われておりますんで、まあ、今回のこのキャンペーンね6枚の入金で3000ポイントのねポンタポイントがもらえるっていう風になりますんで、まあ、3ヶ月あればですねある程度ねここら辺でね利用できるかなっていう風に思いますので、こちらもねぜひ覚えておいていただきたいなっていう風に思います。もちろんねこのキャンペーンで獲得できるポンタポイントもですね JAL マイルにね交換することもできますので、まあ、かなりねおすすめかなっていう風に思っております。でですねこの 20% 還元キャンペーンに関してはポイントの上限というものがありまして、ドラッグストア飲食店に関してはですね1回あたり500ポイント1月3000ポイントまでという風になっておりますので、こちら逆算していくとですね対象支払い金額は1回の支払いにつき2560円までという風になっております。またね1月15380円までがこのね 20% 還元キャンペーンにねうまくポイントがもらえるっていう風になっておりますんで、こちらもね覚えておいていただけたらなっていう風に思います。またねこちら1月限定なんですけども、ケンタッキーに関してはですね1回500ポイント1月1500ポイントまでっていう風になっておりますんで、こちら逆算するとですね対象支払い金額は1回2560円まで1月7690円までっていう風になっております。それでは次にローソン銀行 ATM で au pay のね残高チャージ方法についてね解説していきたいなというふうに思うんですけども、こちらね公式サイトでね載ってた画像なんですけども、こちらね見ていただくとね非常に分かりやすいかなというふうに思いますので、こちら見ながらですね解説していきたいなというふうに思います。それではまずですねローソンの ATM に行っていただいて ATM でねスマホ取引をタッチしていただきます。その次にですね au pay 開いていただいて真ん中のねチャージっていうボタンを押していただきます。そうするとですねローソン ATM っていうねアイコンがあると思いますんで、そちらをね押していただきます。そうするとですね下の方に QR コードをね読み取るっていうのがね出てくると思いますので、こちらを押していただきます。でですね ATM に表示されている QR コードをねこちらの携帯で読み取っていただきます。読み取っていただくとですねローソン ATM に企業番号っていうのをね入力する画面になるわけなんですけども、 au pay の場合はね8434っていうのをね入力していただきます。そうするとですね ATM が動いて入金できるようになりますんで、こちらでね入金していただくっていった形になっております。でですね入金内容に問題がなければ ATM の確認ボタンを押していただいてチャージ完了っていった形になっております。コード決済等々でですねコンビニでのねチャージを行ったことがある方はですねおそらく迷うことはねほとんどないかなというふうに思うわけなんですけども、私もねセブン銀行しかねやったことないので、まあ見る限りはですね簡単にできるのではないのかなというふうに思っております。いかがだったでしょうか。今回ですね6万円を入金して1500ジャルマイルがねもらえるキャンペーンっていうのをね解説させていただきましたけども、本当にねこのキャンペーンはなぜね入金するだけでねポイントがもらえるキャンペーンなのかね本当に謎な気がしますよね。まあ、出金手数料がですね600円ほどねかかってしまうわけなんですけども、それ以外にもですね利用方法がありますので、かなりねお得なキャンペーンなどはないのかなというふうに思っております。またねこのキャンペーンは2021年の2月の28日までのキャンペーンっていうふうになっているわけなんですけども、ハードルがねかなり低いっていったキャンペーンになっておりますんで、もしかしたらですね早期終了みたいなねこんなこともあるかななんていうふうに思っております。またね今回のキャンペーンで自分銀行口座持たれている方で出金ねされる方っていうのはポンタポイント山分けキャンペーンっていうのも行われておりますので、こちらのキャンペーンの公式サイトね概要欄に載せておきますので、こちらもねぜひ狙っていただけたらなというふうに思います。私もですねau pay がね利用できるスーパーがメインスーパーっていう風になっておりますので、今回のキャンペーンね突撃しようという風に思っているわけなんですけども、実際にやってみてですね難しいなって思う点がありましたらですね、またね動画解説しようかなという風に思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいという風に思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。